私たち吹田市立図書館の司書が楽しい本、面白い本を紹介していきたいと思います。はい、今回はこちらのリストの中から2冊選びました。赤ちゃんと楽しむ絵本、0歳からですね。このリストには私たちが選んだ本を60冊ほど載せています。どれも子供が喜ぶ本なんですよね。そうなんです。本の紹介をする前に、まず赤ちゃんに読み聞かせをする時の3つのポイントをおさらいしておきたいと思います。はい、1つ目はゆっくり読むということですね。ゆっくりしたテンポで読んで、言葉と言葉の間もたっぷり間を取ってほしいですね。そうですね、赤ちゃんのテンポに合わせるっていうことですね。はい、2つ目は子供が絵を見る時間をたっぷり取ることですね。書いてある文章を読んだら一呼吸置いてページをめくる感じがちょうどいいです。子供って大人がびっくりするほど絵をよく見てますもんね。3つ目は同じ本を何度も読んであげることですね。子供は繰り返しが大好きなので、気に入った本はできるだけ何度も読んでほしいですね。そうですね。ではまず1冊目を紹介したいと思います。ぴょん、松岡達秀作、絵、ポプラ社。この本はいろいろな動物がぴょんと飛び上がる様子を描いた赤ちゃん向けの絵本です。左右でなく上下に開いて読む絵本となっているので、動物が飛び上がっているように見えるんですよ。そうそう、それで動物によって飛び上がり方や擬音語が違ってて、繰り返しの中にも変化があるんです。飛べない動物も登場したりしてユーモアもありますよね。読み聞かせの時、ピョーンって言葉に合わせて子供がピョーンって飛び上がったり、お母さんが赤ちゃんをピョーンって持ち上げたりして、とても楽しそうですね。そうですよね。さらに作者の松岡さんは自然や動物の絵を描いている方なので、細かく描かれているところがすごいです。子供にこそこういういい絵本を見てもらいたいですね。そうですよね。では私が紹介するのはこちらです。もこもこもこ、谷川俊太郎作、元永貞政絵、文芸出版。この本は子供に人気があるけど、大人からは何が面白いのかよくわからない本だって言われますよね。そうですね。でもこの本を作った人がすごいんです。抽象画家の元永貞政に詩人の谷川俊太郎でしょ。子供たちは優れた芸術がわかる感性があるんだなって思いますね。本当にそうですよね。表紙の黄色が印象的ですが、最初と最後の青色もとても綺麗で鮮やかですね。文は擬音語ばかりでとても短いんだけど、絵に合っていて不思議な魅力がありますね。そうですよね。子供が言葉のリズムと絵の勢いに引き込まれていく様子を見るのがとても楽しいです。空想の世界で遊んでいるような感じで、こういう本こそ子供がゆっくり絵を見る時間をとってページをめくってもらいたいですね。ワイワイブックトーク、今回ご紹介したのはぴょん、松岡達秀作、絵、ポプラ社と、もこもこもこ、谷川俊太郎作、元永貞政絵、文献出版でした。ではまた図書館でお会いしましょう。